高校生のスイーツコンテストの入賞作品が今日から全道のセイコーマートで販売されています。ハイスクールパティシエロワイヤルはセコマと三笠市教育委員会などがパティシエを夢見る高校生を応援し、道内の菓子業界を担う人材を発掘しようと企画しました。5回目の今年は過去最多の14の高校から道産食材を生かしたスイーツ24作品がエントリーし、上位の4作品が商品化されました。最優秀賞は真っ赤高校ひなゆりチームの大豆をすりつぶしたずんだのうまみをきな粉で香ばしく包み込んだスイーツです。どの生徒さんも地元の食材を生かしたスイーツ作りをされていまして、その食材の味が最大限表現できるような、そこにすごく気を使って商品化しています。4つの入賞作品は23日まで全道のセイコーマートで販売されます。